では紺碧のゼロ出たね。出たね紺碧のゼロね。まあ強い。だから単純にスターターとしては強いと思う。うん。これ1個でいける。1個でとりあえずは戦えるときは組める。オーケー。悪くないはず。じゃあ同時に出たなんだっけ、究極メガフロストル、究極メガスロットル、メガスロットルか。うん、究極フルスロットルだ。フルスロットル。究極フルスロットルのデッキを私が組んだんで。うん、紺碧のゼロが組んだんだよね。そうだね、今回これは単純にデッキ40枚だけじゃなくてプラスアルファ究極ダッシュカードっていうのを10枚ほど収録されてます。うん、この枠はそこ枠、うん、ちょっとは見にくいかもしれないけど、多少この辺に使えるカードが入ってるんでそれをプラスすると割と周りが良くなる。なるほどね。じゃあこれをこれを2つで対戦してみたいと思います。はい、俺のこっちの場合は本当にあの中のカードだけで作ってるデッキだから、うん、まあそこの改良したデッキと戦えるかどうかっていうのはちょっと怪しいところだけど、まあどんな風に動けるか見せられれば、ね、オッケー。でこっちの究極フロスロットルの方も動きを見せられればいいかなと。そうだね、うん、フロスロットルらしい動きができればね、うん、いいかなと思うね。これができるようにこれね、そうここやって式振っちゃう。そうそうそう、最後勝ちそうにやったよ。じゃあ俺こう腕組んでればいいのかな。そうだね。ナイフという最初グッジャケ、ほい。さーてどうしようかな。わかんない。じゃあ先行でどうぞ。どうよ。さすがやん、これと。そしてあのコロンブがこっちだ。そうよく乱舞。あ、そうそうそう。バカ。ほら、百式の谷。谷どうぞ。エンド。はい、ジムターン。バステ。バステ。あ、ごめん、バスト、バスト。バスト。リフレッシュステップ、メインステップ。じゃあ。それぞれ、はい、三コストして、一枚。もう取らせてくね。カード2枚切る。難しいな、これ。どれも捨てたくないと。そうだ、いいね、いい手札だ。お、じゃこれで、バーストセット。はい、はい、オーケー。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、百式の谷の効果でもう1枚取ろう。こっちだな。リフレッシュステップ。いや、だめですね。だって相手140点のワンケンゴー。2払って1。ガーディアンすべて退却させられる。そういうクランプ。やめろぞ。1枚、2枚と。アタック。クラッシュなし。クラッシュなし。はい、ライブでいきます。どうぞ。はい。ローステップ。リフレッシュステップ。リフレッシュステップ。3コスト。はいよ。巨人教師、アリストテレスを召喚します。はい。アタックセット。はいよ。アタック。ドライブでいきましょう。はい、じゃあこれ、ターンエンド。はい、スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、もう1枚ドロー。すげえ、この手が勝つやん。捨てるのは、強い、これだ。で、リフレッシュ、ステップ。そしたら、やだ、相手なんか、レゴの出したから、ガツリなんですか、やだ。家具土ドラグーンを見て、1。公園竜火の粉を123、うちが2だよね。2払って1をつけた。はい、家具土ドラゴンでアタック。じゃあ効果を効果、はい、こちらフラッシュなしで、フラッシュない。じゃあライブできます。ライブ検証後フラスト絶好表示。おお、ライフ1点回復。その後コストを払ってアタックセプト終了します。はい、これがうめえんですか。難しいな。戻ステップ、フレッシュステップ、はい、何だメステップなんだ。じゃあ1K、 はい、コストアルティメットアレックサンダーをレベル1。おお、出たね、出たね、海馬社長出ましたね。海馬社長
え、これ声変えましょう、ジョジョ。そうそうそう。じゃ、巨人教師アリスです。はいよ。柔軟メインステップ時に系統投資を持つ自分のアルティメットが召喚された時に、うん、ボイドからコア1個、自分のこのスピリットの上に置きます。はいよ。地下限、うん、ゴースト、首都、アレクサンドーラ。アレクサンドーラ、はい、配置時に、アルティメット1体指定します。うむ。そうすると、そいつは、このターン、強襲1を持ちます。オッケー。はい、投資を持つ。強襲か、2回攻撃か、ね、やべえな。ここは地下限、うん、1コースト払う。ソロムロ、うん、1枚、3枚、うん、2枚、2枚を捨てます。オッケー。じゃあ、バーストステップ。オッケー。じゃあ、アタックステップ。はい。アレクサンダーで、アタック、アレクトリガー、ロックオン。あー、ほい。どいて、なんか怖いことあった。札幌は、強襲、回復。オッケー。ライフで受けて、はい、バスト発動。なんと6声優、ブレイジングドラゴンを、ワン剣豪で、あ、いいのか。こっちがあるんだ。よいしょ。で、破壊。これ、いや待てよ、もったいなくていくのもありか。よし、じゃあアルサナでアタック。いくつ？アルサナトリガー1万1000。1万1000、はい。ガード、何？イエーイ。まずいんじゃないか。じゃあライフでいけよ。ターンエンド。ライフでよければ正解だったか、まあいいや。コアステップ、スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、効果でもう1枚ドローを。あー、こっちが切った。いいね、いいね、いいね。こっちはいらねえな、そしたら。合ってるはず。合ってるはず。そしたら、起こし、リフレッシュステップを起こして、起こして。そしたら、4払って、はい、アルティメットガイアスラ。ガイアスラ来た、どうぞ。大きいの来たぜ、行ったぜ。なんだった、何体クローンがいるんじゃないか。そうしたら、もう一個乗っけよう。高円竜火の粉でアタック。アルティメットがロックオン。ヒット、2枚だろ。強いな。さて、アタックはどうする？ジーラフラッシュなしで。はいよ。ライブでいけます。はい。じゃあ、ガスト。印象、クラテロス。クラテロス1で召喚します。うん、私のターン、私まだか。ガイアスラでアタック、アルティマットトリガーロックオン。ヒット、ヒット、なんだっけ。なんだっけ、自分で入れたばっかりだから。ヒットした時、スピリットすべてのコアを、この自分のスピリットすべてのコアをこいつに置いて、1個以上置かれたら相手のライフをリザーブに置く。1個、こういうことだね。こっちも1体の目から。1体の目からか。じゃあ1件5で、ライフが減る。あともう1個コアがあったよね。よかったね。あとね、クリティカルヒットの時だ。クリティカルヒットの時か。いくつだったっけ。4。クリティカルヒットはいくつか。クリティカルヒット、ヒットしたカードがスピリットカードなら、さらに自分のトラッシュにあるスピリットカードを1枚手札に加えます。何だった？スピリットカードなんで、トラッシュのスピリットカードを1枚手札に加えます。おお、手札に加える。好きなのどうぞ。バグーン、いくのぞ。合ってるかな。バグかな。はいよ。じゃあこちらフラッシュタイムで、うん、2ケゲ、2コスト支払ってキングスコマン。このターンの間、コスト4以上の相手のスピリットからアタックされません。アタックできません。あ、ライフできたんだっけ、これ。これはまだライフできない。効果で1点から取れない。はい。フラッシュ何かありますか？ないよ。じゃあ、ライフで受けます。うん。そしたら、あと何残ってる？なんかんな。4コスト以上だから、今はもう角土と、あと、角土で殴る。この子からアタックできない。ああ、できないのか。角土と、ライジングは殴れないですね。殴れない。そしたらエンド。はい。じゃあ、ローステップ。ローステップ。フレッシュステップ。メインステップ。うん。
ウヘちょっと知らせ。どうしようか。ガイアスラ強いからね。ピーター。見てるよ。うん。ポスト。うん。アンティノゴスをレベル4で、はい。で、アレクサンダーをレベル4にアップ。オッケー。ちょっとアレクサンドラをレベル2にアップ。はいよ。アタックステップ入ります。うん。アレクサンドラの効果で、はい、レベル2の自分のアタックステップ時、闘神を持つスピリットアルティメットに BP プラス3でします。オッケー。はい。で、アタック、アルティメットアレクサンドでアタック。アルティメットがロックオン。4ヒット、はい、ヒットで、まずヒット時の効果で、うん、コスト6以上のスピリット破壊します。どれだこれか、これで、さらにクリティカルヒット、はい、マジックをめくったのでこのスピリット、このアルティメットは回復します。オーケー、ターンに始まる。そしたらね、はい、ライフで受けて絶好表示、あ、クラッシュタイムが先だね。あ、クラッシュ4コストを払ってます。2、3、ライフで受ける前だからそのライフの1点は先にライフに入れします。うん、ライフで受ける前にフラッシュを打たなきゃいけない。1、2、3こうだね。オッケー。ちょっとギリギリになっちゃったか。はい、じゃあ、このアタックだね。ライフで受ける。あ、そう、オッケー。じゃあターン、はい、スタートステップ、フォアステップ、ドローステップ、百式の谷の効果でもう1枚で、1枚スイッ、どうしようかな。これだ。でも取っとく必要はない。よいしょ。リフレッシュステップ。ちょっと待って。やるでしょ。コアが増えてきたぞ。負けね。ネオダブルドロー。3コスト。これ赤じゃない。あ、ごめんね。3コストね。1枚、2枚。アルティメットがいるから3枚。そしたら。ルクバード、英雄王の神剣で、バーストをね、これだ、バーストセット、はい、効果、あ、効果1枚ドロー。3いるから3軽減で4払ってマグーを、1個あげとくか、はい、いいやな、いいか。アルティメットガイアスラでアタック、はい、アルティメットガイアスラオン、ヒット、ヒット、クリティカルヒット。1個乗せて、ね、乗せて全部だっけ、全部だね、こうスピットに1個は全部だ、はい、で、1点だけ、あざした、あ、勝った、勝てた。まあ、しょうがないな、それは。やったそうだ、ガヤスラ強いからな。ガヤスラ強かったね。このデッキ自体があんまりコスト高いのいないから、うん、ガイアスラのコスト8以上っていうのはなかなか出ないから、うんうん、まあトリガーカウンターを使うか、うん、新しくトリガーカウンターのカードを入れるか、うんうん、まあ、コスト高いの入れるしかないんだよね。なるほどね。ぐらいじゃないかな、ガードできるのはきっと。そっか、だから他のカードは全部ヒットだな。札幌ドラゴンが出せなかったのが、そうだね、ちょっとあれだったけど、ね、アルティメットさんのトップで頑張ったね。残念残念残念。まあいい、でもいい感じに出たしね。そう、全部効果使えたしね。何やかんやってこいつヒットすると、うん、単純にヒットしたら、まずコスト6以上のスピッターが、うん、なおかつヒットしたカードがマジックと一旦一度解除する。なるほどね、効果使えたからね。他になんかコンボある？コンボか、 C っていうならこれかな。ちょっとアレクサンドーラとアレクサンダー、これ、こいつ配置時に自分のアルティメット、投資モードアルティメット1体選んで、うん、強襲1を持たせていく、うんうん、で、アレクサンダーでアタック、先にアルティメットリバーロックオンしてヒットして、回復できればマッチあるけど、まあ、今回ヒットしなかったから疲労状態、うん、だけどまだ自分のアタック時の効果で強襲があるから強襲で回復する。なるほどね。で、またアルティメットリバーロックオン、ロックオン2回できる。強いね。今回強かったのはやはりここかな、キングスコマン、うん、これがね割と強い、コスト4以上のスピードではこのターンアタックできないよ。へぇ、アタック制限されちゃう。これなかったら多分死ねたね。なるほどね。これこれこれ、プトレマイオス、あ、自称プトレマイオスね、うん、今回出なかったけど、こいつ効果は、レベル4からだけどアルティメットリガーヒットすれば相手のバーストカードを破壊できる、うん、なおかつそのバーストカードがマジックカードであれば
なんと相手に1点ダメージを与えることです。割とねヒットしちゃうんだよこのデッキ。しかもこいつなんとすごいところが、うん、登場時に相手のデッキトップを3枚確認して1枚捨てさせる、うん、残りは好きな順番で戻す。強いね。ヒットしやすい。強いね。ヒットさせやすい。で割とバースト結構使うデッキだとちょっと辛いかもしれない、うん、ねえ。この闘神のね、アルティメットデッキなかなかね、構築、よくすれば強いデッキになると思うんで、うん、まあ、皆さんよかったらね、はい、でね、作ってみてください。こっちも、キューフルサイドも強いね。ちょっと、確認しようか。こっちの方が割とさ、初心者は動かしやすいんじゃないか。うん、やっぱね、お金かかってるだけあってね、強いね、そっちもね。いくつか結構、脳筋みたいな動き、脳みそ筋肉みたいな。パワーカードもないから、パワーカードで殴って並べて殴るだけだよね。今回、まあ、入ってるのはこの辺のカードかな、うん、ね。で今回出てきて強かったのはこれかな。これね、ブリージングドロー、うん、こいつ、バースト効果は、軸フリーヤマトフリードの、5センサーがあったやつだよね。5センサーがあって、うん、1枚焼き、1枚焼き3点以下だとバースト召喚できて1枚焼き。大体スピリットは1枚以下だもんね。そうだよね、割と焼きやすいからね、うん、これはね。でなおかつレベル2レベル3の効果でバトル時にバントロー、うん、バントロー、バトル時だからブロックアタックどっちでもドローができる。そう、強いね。強い。単純に1枚持ってくる。で次レベル3の効果、うん、これが強い、うん、系統整理を持つ自分のスピリットが、アタックした時にこのスピリットは回復する、うん、だから連続アタックしていけばどん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 回数増えてくると。整理がいればなるほどね。しかもこいつレベル3の時の効果だから、うん、レベル2レベル3の効果でドローができる。どんどんドローが引ける。そう、どん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 アタックすぎる。殴って1枚引いて、で整理が持つスピリットがもう一回殴ると起き上がる。起きて殴って1枚引いてっていうのが繰り返す。整理軸だったら強いね。強い、全然強い。なるほどね。でもう一個新規カード、今回の目玉かな、これがね、うん、サジット、あ、じゃあアルティメットサジットアポロドラゴン、サジットアポロドラゴンがアルティメット化したせいですね。こいつなんとすごいところやっぱりあれかな、ダブルトリガーロコン。今までの従来のアルティメットであれば、うん、アルティメットトリガーは1枚だけだった。そうね、1枚だけだったのが今回2枚になる、うん、しかもその2枚当てると1万5000以下破壊と、うん、プラスは2杯ともヒットすれば1点ダメージ、スピリットにブロックされれば1点ダメージ、うん、まあ、うまくいけば2枚焼ける上に1点ダメージ、うん、で単純に2枚焼けただけでもさらちにして1点ダメージが入るから強い。そうね、はい、あとはスピリットに指定アタックができることがある。そうか、指定アタックできるんだ。そう、これは強いね。指定アタック、スピリットだけ、スピードだけだね、確かに。 OK、うん、強い強いね。あと新規カード、こちら、フレームブラスト。おバーストなんだけど、うん、バースト効果は単純に、相手による自分のスピード高い後、うん、2枚ドロー、うん、今までだった、総合プランと同じことだね。なるほどね。そこはね、ただしフラッシュ効果はちょっと違って、コスト4の3軽減で、BB4 成果のスピリット1枚破壊します。総合機だね、これね。そうね、これの方は総合機だ、最後。でこれなかなか強いね、うん、小型焼ける上に2枚だろうね、うん、これもう2枚か、新規カード、クーバードドロー。これはこれが強いね、強いな、単純に、ね、スピリットソウル清流で、なおかつ、スピリットソウル赤持ってて、でプラスアルファレベル2以上だと、自分のターンのアタックステップ、うん、自分のスピリット全ては BP プラス1000するよと、うん、単純に、まあ、ちょっとしたパンプだけど、うん、これ侮れないね。そうね、1000って大事だもんね、意外と忘れたりする感じ。あとラス1こいつかな、新キャラで、アスケラドロー、こいつも整理を持ってて、うん、レベル1レベル2のレベル3の効果で白としてますから、ね、おーおーおー、なら例えばこう絶好標準が使いやすくなったりとか、なるほどね、うん、他になんか白のアルティメットを召喚するのも使える。ジークフリーデンとかあれか、フリーデン出せるね、うん、赤と白、ただこいつとこいつ以外のいないとジークフリーデン出せないですね、うん。でなおかつこいつ、レベル1レベル2レベル3の効果もう一個持ってて、うん、整理を持つスピリットすべてはヒーロー状態でブロックができると。例えば、これで、さっき言ったように連パンして整理だから、これ整理じゃねえよ、あこれダメか、違うダメだよ、整理だから、まあ、もっとでかい整理があるときに、うん、ブロックができると。そうそう、こいつ自身もブロックできるからアタックして次のターンアタックしてきたのもこれでブロック、うん、でなんとかターン稼げるよと。そうね、できるね。なおかつこいつが強いところはもう一個 2,3 の効果で、このスピリットは相手の効果で破壊できない。
できない。なんだって。だからここら辺で焼けないの。そう、焼けない。なんだと。相手の効果で破壊されないだから、こことかでも焼かれないよと。おお。そう。超強いじゃん。強い。残しやすい。残しやすい。場に残りやすい。なるほどね。だから他の勢力でブロックして、こいつだけシステムで生き残しとけば。十分に効果発揮できる。まあどうしても壊したかったらな、激突で使うしかないから。そう、激突とかしてアタック、あとはコードカスだね、うん、バウンスかな。なるほどね。ここら辺の新規カードだね今。はい。今回、再録されて強いカードこれだね。この3枚再録されて強いね。うん、マグ。マグ、まあ、単純のパワーカードだねこれは。そうね。系統古竜と友情を持つスピリットを全て自分のアタックステップ中3000プラス、うん、で、なおかつコリを持つスピリットカードのシンボルをプラス1、うん、2、3の時かな、うん、1するよと、うん、これ自体もコリを持ってるから、シンボルが1プラスある、うん、アタック時すでに2点、まあ、こいつのやっぱ一番強いところは、うん、レベル1、レベル2、レベル3とか、ね、自分のアタックステップ開始時自分のトラッシュにあるコアを好きなだけ、このスピリットのことができる。全部使っちゃってからこうバトルステップになって絶好標準とか言えるもんね。そう言えるかな、うん、ただまあさっきの戦いで使うの忘れてたけど、そう残念だ。まあこれも十分強いからね。1枚入ってます。はい。あとこれリーナハー時間通りだ。みんな知ってると思うけど強いもんね。強いバーストカードはそれから使われてるからだね。どれ機でも入るよねこれね。ライフ3点以下になってライフ原色バーストする、うん、1万5000以下破壊して、まあ、あと効果指定アタックとバーストしてるときに、うん、こいつの BP 以下のカード破壊できると、うん、単純に強いパワーカードだね。そうね。あと絶好表示。そう、あと絶好表示。これもね、再録されたね。強いね、うん、これもね、ライフ、ライフ減少後に1点回復、うん、ブラッシュ効果で、ね、アタックステップ終了と、単純に強い。強いね。これマグーと実は相性いいのってこれだと思ってんだよ。竜王ジークフリード。なるほど。俺の大好きなカードなんだけど、これ出てるじゃん。出てるね。出すじゃん。出すね。これもうアタックステップでもう乗ってるじゃん。これ乗ってる乗ってる。乗りに乗ってるよ。クラッシュ覚醒持ってるから防御して1点回復っていうのがありだね。全然。あと古竜なんでこれ。あ、じゃあシンボルも1個。そう、シンボル1個増えるの。増える。そう、これ相性すげえいいの。地味にいいね。うん、もういいじゃん。これすぎ、第1弾からずーっと使ってるカードだけど、まだあるんだ。これ実はジークフリードが一番相性、この相性が実はいいね。そう、確実にフラ覚醒が生きる。うん、これメガデッキはね、とりあえずこういう風な再録カードも入ってて、そう、強いカードも入ってるから。これは入ってないよ。これ入ってない、ジークフリード入ってないけど再録カードとか、まあ、新規カード強いカードも入ってるから、はい、買えばまあそうね、単純に勝てるよ。強いよって言い方もあるけど、まあ楽しめるよ。楽しい。結構相当強いよね。強いね、うん、そのままでも、そのままでもちょっと改造した方がもっと楽しいけど、うん、改造すれば自分好みもあるし、うん、そのまま使っても十分楽しめるできたから、よかったらこれも行ってみてください、うん、そうね。あとなんかマグもう一枚増やしてみたりとか。そうだね、昔のマグね。あとはどこない。違う、これ違う。こうガイアスラ、ガイアスラ実は相性いいと思う。ガイアスラね、問答無用で入るよね。赤、赤ガイアスラ強いよね。のスピリットカードが結構使い回せるから、ヒットクリティカルヒットすればけど、ここら辺がクリティカルヒットって結構簡単だからね。スピリット入りまくってっから今、うん、まあ、アルティメットがヒットしたり、まあ、マジックヒットしたりとかあるけど、キャンキラー使えるんじゃないかな。最悪あれでは回収カード入れとけば、そう、チャンネル全然あるから、ね、あとはブレイブにフェニックキャンプとか、まあ単純にね、これも強いカードとかね。赤なら結構再利率高いで、全然いけると思うよ。そう、ポキだ。ポキだね、これもね、強いカードね。まあ制限だけどね。あとは私の趣味で、ムサシードアシュライガーが、まあ、この、なんだっけ、クロスロットルにも、AO の神経再録されてるんで、うん、こういったバーストカードのカードが、生きてくるデッキになってくるんで、うん、全然入れるのはありだね。これだね。それだね。OK ということで、うん、ありがとうございました。